に天気。はい、おはようございます。ガリバー登山記です。本日は土合駅にやってきました。こちらから、普通は谷川岳に行くんですけど、今日はですね、東黒沢を走行して一泊して、で明日うつぼき沢を登って、白賀門を経由して降りてくるという沢登りのルートで行ってみたいと思います。ただまあここのルートは初めてなので、怖いなって思ったらすぐ戻ってきちゃいます。ちゃんと予定通り行けるかどうかは行ってみないとわからないということで、はい、ではとても良い天気に恵まれていますが、実は午後ちょっと雨の予報も出てますので、気をつけていきたいと思います。出発します。はい、じゃあこのドアイバスから入ってきます。まあ、バスで来るならこっちに直接来た方がいいんですけれども、はい、では入っていきましょう。はい、じゃあ園庭ですね。この向こうから入境するので、河原で着替えるとしましょう。はい、じゃあ準備できましたので入境していきましょう。こんな感じですね。さっき ツアーの人たちが先に登っていたので、この上ぐらいでバシャバシャ遊んでるんだと思います。はい、それでは入っていきます。いやすごい綺麗な沢。これが鼻毛の滝。すげえ、名前と裏腹にめっちゃ綺麗だな。あ、ちゃんと足がかりはありそうだし、行けそうか。行ってきましょうか。こっちにエスケープすればいいんだ。はい、鼻毛の滝をクリアしました。一応キャニオニングツアーの人たちはあそこまでみたいですね。はい、じゃあ登っていきましょう。いやー素晴らしい。なぬ綺麗。いやーたまんねー。
よね、ここずっと綺麗。さすが大人気だね。なんか奥の方からすげえドドドドドドって音がしてんだけど、どれだろう、踏み跡、これじゃないよね。とりあえず右から高間行ってみます。これはもう、色が違う滝だな。あ、波だな。これが7メートルの滝っぽい。7メートルの滝クリアしました。ただまた天国だね。よいしょ。凍結がある。お昼ご飯はマンカツサンドをいただいてきます。肉の満世ですね。いや、素晴らしいごちそう、景色、おみくじがついてる、大吉でした。いや、ごちそういただきます。そしておやつは七福神あられで、まあまあもちろん七福神なんで7種類あるんだけど、1種類弁財天だけ買ってきました。うん、じゃあ時間にゆとりはあると思いますが、先は長いのでとっととリスタートしていきましょう。いやー、綺麗な沢だね。すげー、これずっと続いてんだ。なんかこの辺模様みたいになってるね。化石でも出んじゃねえ。うおっ、すげえ滝、きれい。いやー、いいね。多分この辺から
行けるでしょう。これね、釜がところどころにあって綺麗だね。いや、すげえな。どこ見ても美形。超綺麗だ。いや、この辺ガイドブックかなんかで見た気がすんな。すげえ綺麗。こっちか。ところどころこうわけわかんないところあるけど、ここは今日はこっちですね。右。いや、沢枯れが近づいてきたのかな。ちょっと狭くて急になってきてる感じがする。枝がいっぱい出っ張ってて細くなっててあんまり楽しくない。いや、枝がうざい。はい、ちょっと迷っちゃったみたいですね。なのでここは諦めて下っていこうと思います。まあ、ザイルがあって加工はできるので、はい。ではまあこのままガーミン先生に元のコースに戻ってるって教えてもらえてるので、こう下っていけばまた元のところに戻るんですが、まあ多分今日明るいうちに降りるっていうのはできないので、どっかビバーク地を探してそこで一泊してから明日下っていきたいと思います。いいところがあった記憶はないんですけどね。どっかあればいいんですけど。はい、というわけでビバーク中です。木をちゃんと焚き火台で防火しつつタープ泊で一晩しのごうと思います。いやー、間違えちゃうとやっぱ時間がないから向こうまで行くわけにもいかないしね。明日はこのまま普通に下って、今日結局懸垂加工2回でしたね。はい、しながら降りていきたいと思います。それではご飯食べていきます。はい、何も残してないですね。 OK です。では下山していきましょう。おはようございます。ガリバーク山です。昨日こちらでリバークさせていただきました。はい、今日登り返すなんていう無茶はせず、おとなしく沢を下って元のところから、土合駅の方に向かいたいと思います。それでは出発します。いやー、朝一気をつけていきましょう。昨日の朝の気温は20度、涼しかったですね。まあ虫がいるんで蚊が食われたりはしちゃったんですけど、快適な夜でした。ただ朝の沢はやっぱ冷たいっすね。もう結構時間は経ってるんですけどね。ここは多分パダンの舐めっていうところなんだろうね。はい、一応ちゃんと階段状にはなってるので、
ここはそのまま降りていけるかな。谷に朝日が差してきました。また暑くなるんですよね。はい、3人組が登っていきました。さすが3連休ですね。一応あそこも懸垂確保ですけど、いやーやっぱりまだちょっと100点じゃないよね。70点ぐらいかな。もうちょっと練習しないとね。はい、昨日ザブーンしたゴルジュも大丈夫かなって思ったら、ちゃんと向こう側からもここ負けました。はい、まだ羽がしっかり乾ききってない。いやー綺麗。すごい。本日スライド2組目。ちびっこでもここら辺入る人いるんだ。まあその代わり父ちゃんすごかったけどね、装備が。あれマジな人だもんね。将来はサワヤに育てるつもりなのか。もう3組目スライドしました。さすが人気の沢。いや今日もいい天気。登るのが本当はいいんですけどね、ここで後ろ髪を引かれるとろくなことにはならないので降ります。あれ向こう側の方がいいの。ここが鼻毛だな。最後のポイント、そこから迂回して右岸を降ります。あ、ロープもある。あそこ登って途中エスケープ以外にもちゃんと巻き道があるんだ。こっち通れば危なくない。ありがたい。よっと、はい、降りてきました。あそこからガーッと負けるんだね。行くときあそこずっと登ってて途中からエスケープしたけど、まあ時間短縮になる、なるかな。多分キャニオニングのツアーの人がこっちから歩いてくるのと思うので、もうガチで沢を下っていこう。はい、じゃあ園庭入境地点到着。無事帰ってきました。なんか今日涼しいなって、沢にいるからだとは思うけど、昨日より涼しい気がします。じゃあここで沢装備解除していきましょう。はい、じゃあ忘れ物なしということで駅に向かいたいと思います。いやもうツアーの人みんな行ったかなと思ったら、
沢装備解除中にツアーの人が来ちゃったよ。どうだろう、9時半、10時ぐらいまではツアーの人たちが来るかもしれないから、あんまここいない方が、ここで着替えない方がいいかもしれないですね。いやー、22、3度ぐらいなのかな。とっても涼しい。暑さ寒さも彼岸までっていうけど、そろそろ涼しくなるのかな。はい、じゃあ本日はですね、東黒沢をそこしてうつぼき沢に出て、うつぼき沢から白賀門に行くつもりでしたが、残し越える手前の沢の分岐を間違え、見舞いをしてしまいましたので、時間が足らなくなり、途中ビバーク、そして、帰ってくることになりました。はい、まあ、無事に帰ってこれるだけ、成長したのかなという感じです。はい、これから土合駅に出て、帰りたいと思います。また結構綺麗な沢だったので、今度機会があったらまた登りに来てみたいと思います。それでは本日もお疲れ山でした。10時28分だから電車より30分ぐらい早いので、バスで帰りましょう。Thank you.